皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケット TV の時間になりました。今回は、アポロプロのプレイの動画を撮りましたので、グッチー君お願いします。はい、はい、ではアポロプロを実際使ってみて大きな特徴を3つ言いたいと思います。まず1つ目は鋭い台上技術です。アポロプロは粘着が強くてテンションも強くかかっています。強い粘着を生かして球を持つことができます。そしてテンションで弾き出すというこの粘着力とテンションの絶妙なバランスが台上技術をやりやすくしています。いろんなモーションをつけたり、ぶっつり回転をかけたり弾いたりするのが簡単にできるようになっています。テクニックを重視する選手にぜひ使っていただきたいです。あと台上技術はどんな選手でも試合では必要になってくるので、すべての選手にお勧めします。台上技術が苦手な人は台上を克服できると思います。二つ目は強烈なドライブの伸びです。アポロプロはアポロと比べるとドライブの伸びが違います。相手コートに入ってから強く伸びます。これはこの後の動画で見てもらえればよくわかります。一発の3球目強打からドライブのラリーまでしっかり球が伸びていきます。おすすめできる人はドライブの威力をさらに出したい人、ドライブに伸びが欲しい人に向いています。3つ目は食い込ませてもこすっても使えるというところです。アポロプロはテンションラバーから粘着ラバーにしたような感じなので、食い込ませてボールを打つのも非常にやりやすいです。粘着力があるので中国ラバーのこすって打つ打ち方にももちろん向いています。なのでテンションラバーユーザーから粘着ラバーのユーザーまで幅広い選手におすすめできます。今まで粘着ラバーが使えなかった選手でも打ち方を変えることなく自然に使うことができます。ではこの3つの特徴を紹介しているプレーの方をご覧ください。はい、ではまずアポロでのドライブです。この弾道をちょっと覚えておいてください。アポロは山なりです。でここからアポロプロに変わってドライブの機会です。このボールがグッて伸びてるのが分かりますか。球足もだいぶ速くなってます。これもアポロプロです。最初のアポロに比べるとドライブがすごい速いです。相手コート入ってからの伸びが非常にいいですね。で深く球が入ってます。今度は3球目です。これはアポロです。この球のスピードを覚えておいてください。次にこれがアポロプロです。アポロプロの方が球が走ってます。ここからはアポロプロだけでやってます。球が非常に伸びてます。球が走ってます。今度はラリーです。粘着力が非常にあるラバーですけど、ラリーもスピード感ある球が出せます。今度は食い込ませてドライブをやってます。これも食い込ませてドライブします。で今度はこすってます。これです。こすってる方が若干かかりますけど、どちらも非常によく打てます。これは食い込ませてドライブを後ろからやってます。これは山なりに描いて安定しています。これはドライブを擦って打っています。擦っている方が若干球がまっすぐ飛んでいっているのが分かりますでしょうか。
今度はこれは混ぜてます。食い込ませて食い込ませてこする、食い込ませて食い込ませてこする。この弾道の違いをちょっと見ていただきたいんですけど、食い込ませると山なりに弾が飛んでって、でこれこすると直線的な弾が出せます。でこれは粘着力を生かして粘着で持ってレシーブしています。チドラバーにしつけてやるので非常にタイミングが取られづらいです。これは台上ドライブです。リバウンドする短いサーブも粘着を生かしてドライブ回転に変えることができます。通常のフリックとは違う形です。これですドライブです。ちゃんと上回転になっているのが分かりますでしょうか。こういう粘着で持ってドライブをかけることも非常にやりやすいです。今度はこれでダブルスのレシーブです。これができたら強いですね。短いサーブに対してもドライブがいきなり振れるということです。これは横下回転のツッツキです。こういうことも粘着強いので自由自在にできます。これはレシーブいろいろ混ぜてますね。こういうふうに自在に台上技術ができます。本当に粘着を利用してやることができるので本当にいいラバーですね。こんだけ台上で先に攻めれたら試合の展開はだいぶ有利になるかと思います。これも粘着を生かしてプレーの方はどうでしたでしょうか。私自身の使った感想の方を言いたいと思います。食い込ませて打ったり表面でこすったりする打ち方を簡単に混ぜることができました。食い込ませた方がボールが山なりに飛んでいくので安定します。逆にこする打ち方にすると直線的に球が飛んで威力のある球が出しやすかったです。それぞれ違う球質のボールが出せるのでプレーの幅がぐっと広がると感じました。そして私自身一番気に入ったのは台上技術です。アポロプロは粘着力とテンションのかかり方のバランスが絶妙で、正直私自身すごいびっくりしました。特に台上ドライブが良かったです。先ほどのプレーにもありましたが、リバウンドする短い球をドライブレシーブするという技術です。最近の卓球は台上での攻撃がすごく厳しくなっている中で、最近の卓球スタイルに見合ったハイテクなラバーになっていると感じました。台上ドライブレシーブという技術はこれから必要になってくると思います。そういうのも非常にやりやすいラバーです。強烈なボールの伸びでラリーもできるアポロプロ、ぜひ使ってみてください。はい、グッチー君ありがとうございました。以上、アポロプロのご注文お待ちしております。